はい、先ほどのティファニーのこれケースですね。ヒンジ付きのケースになります。一応ここにもティファニーは入ってまして、嘘か本当か知らないですけど入ってます。それで機械がこれですね。で時間の板、分身、分の板、秒の板とこう入って、丸型の機械が入ってました。で機械がですね、こういう機械なんですよね。一応ですね、ここにもですね、ティファニーは入ってます。まあ入ってることは入ってるんですけど、まあだから本物かもしれないです。このあったのかもしれないです、ティファニーで。こういう感じですね。でケースがこういうヒンジ付きのこういうケースですね、はい、多分ニッケルクロームのケースだと思いますけど、こういうケースに入ってました。まあ、ちょっとロレックスのデジタル時計の R っていうの見ちゃったんで、ちょっとこれもちょっと出してみました。面白いんで、